金物の町として知られる三木市で、鍛冶職人たちが作った金物を PR するイベントが開かれました。三木金物博覧会鍛冶デッセは、金物の生産が盛んな三木市を PR しようと、地元の生産者などが開いていて、今回で13回目です。会場では、三木の鍛冶職人たちが作った金物を購入したり、実際に使う体験ができるとあって、多くの家族連れなどでにぎわいました。どうやってみて？楽しい。なんか難しいけど、やってたらだんだん慣れてきた気がする。三木の金物に興味を持っていただいて、将来ね、その中からでも職人さんができるような将来を担うね、子どもたちのためにやっていってるんです。訪れた人たちはドリルを使って竹明かりを作ったり、南京カンナを使って木製のオリジナルスプーンを作るなどして、三木の金物の良さに触れていました。